はいどうもドライトです。マイクラライブ2021が一月前にありましたが、洞窟と崖のアップデート第2弾の部分で日本語字幕が追加しました。正直スタッフ同士の会話が翻訳されなくて、なんて喋ってんだろうって思った方もいたんではないでしょうか。日本語字幕が出たことでより分かりやすくなりましたね。日本時間では12月1日水曜日深夜1時に正式リリース予定ですが、それまでに動画で復習しておこうということで日本語字幕が追加されました。こちらは日本語版マイクラの公式 YouTube で配信しておりますので、気になる方はぜひ見てください。概要欄にリンクを貼っておきます。洞窟と崖のアップデート第2弾の内容として、バージョンの壁がなくなりブレンディングするようになるところや、前のバージョンのワールドでもこのように深部の洞窟が生成され、さらに統合版ジャバ版で同じシード地でもほぼ同じという情報もありました。ということでマイクラライブ2021の洞窟と崖のアップデート第2弾の部分が日本語字幕で表示されるようになりました。ライブで見た方でも日本語字幕版でもう一度見返しましょう。こちらの動画は日本語版のマイクラ公式の YouTube チャンネルで視聴ができます。概要欄にリンクを貼っておきます。それでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。